今回はチャット GPT プラス、まあ、GPT-4 ですね。 GPT-4 でなんかねぷよぷよ風のやつができるのかどうかをやってみたいなと思ってますね。前回ですね、GPT-4 でテトリスを作るみたいなやつやってですね、結構うまくいったので、まあ、今回ですねぷよぷよ風のやつはいけるのかないけないのかなっていうのをねちょっと試しにやってみたいと思います。ということで、チャット GPT プラスでモデルデフォルトから GPT3.5 からですね GPT4 ねに変えてやっていきたいと思います。ない。おっと、秘宝ですね。ガーン。25メッセージ every 3 hours。 3時間ごとに25メッセージしかできない、この範囲内でやれるのかってことですね。はい、初め100メッセージだったんですよ。でそこからですねちょっとだったら50メッセージに変わって、もう今25メッセージになっちゃったみたいな、まあ、それだけ人気ってことですね。はい、すごくたくさん使う人がいるんですよね。はい、あ悲しい、この制限が早く解除されてほしいですよね。はい、じゃあやっていきたいと思います。ということで、ブラウザで動く、ぷよぷよ、はい、風とか言っても分かんないと思うんで、ぷよぷよね、はい、を作ってください。はい、これでいけるかな、まあ、どっかからコード持ってくるだけなのかも分かんないですが、やってみましょう。はい、いいですね、提供できますってきましたね。楽しみですね。さっくり一発で結構いけちゃうのかな。 canvas.api JavaScript、 あ、来た来た来た、止まってしまいましたね。じゃあちょっと続きとね、はい、はい、長いですね、まだ続きがありますね。はい、よし出てきましたね。はい、ということで見ていきたいと思います。まああのね、テトリス作って、まあもちろん当たり前なんですけども、テトリス作った時よりはちょっと長いコードがねドワッと出てきましたね。はい、で、まあ、とりあえず HTML にこれを入れろと。はい、で JavaScript はここで別ファイルをね読み込むようにしてるよとね、puyo.js っていう JavaScript 作ってくれよということになってますね。はい、で、とりあえず JavaScript じゃなくて、まあ、HTML ですね、コピーします。はい、でですね、ここに、はい、まあ、テストプログラムっていう風な名前でフォルダ作ってて、これ今 VS コード、 Visual Studio コードで開いてます。まあ、この中に index.html 作って、あとは、そうですね、 puyo.js でしたね、はい、puyo.js という JS ファイルを作ります。で HTML ファイルにこれ入れて完了ね。はい、で JavaScript はなんか途中でプツプツ切れちゃったので上手にやんなきゃいけないんでしょうけど、とりあえずコピーしますね。はい、コピーして貼り付けます。
でここが途中で切れちゃったんですよね。で切れたところから始まるのでよいしょ、これがいらないんですよね結局ね。だからね、はい、こうして入れる。でこの続き、これもまた切れちゃったんですよね。はい、ここで切れてそこからスタートしてるので、これコピーした後はこれをね入れ替えなきゃいけないですね。はい、完成。さてさて、はい、でその下になんか文言が書いてありましたね。シンプルなぷよぷよゲームの基本的な部分を提供してくれてるみたいですね。連鎖がないのちょっと残念ですね。あ、ぷよを消す機能もないみたいですって。ぷよ消す機能ないってことはどうなるんでしょうね。ちょっと見てみましょうかね。ぷよ消す機能ないんだ。ぷよ消す機能がない。よし、じゃあちょっとこれを開きましょうか。ここでね、はい、よいしょ。お、動いてる動いてる。お、動くぞ。おお、すごいすごい。あ、いなくなっちゃった。いなくなりましたね。あー、どっか行った。これ画面を越えていきますね。ほら、画面を越えてどっかに行っちゃってる。戻ってきたみたいなね。で一番下にいた。あ、いなくなっちゃった。なるほどなるほど。はい、こんな感じです今のところね。はい、じゃ続けてどうしようかな。どっから行こうかな。いなくなっちゃいますもんねこれね。あらー、はい、なんか2個のいろんな色が出てくるって感じですかね。はい、よし、じゃあどうしましょうか。とりあえずですね、じゃあぷよを消す連鎖、ぷよを消す機能ですね。はい、うまく動きましたと。次は、はい、ぷよを消す機能を、よし、機能のコードを、書いてください。はい。を追加したいので、追加のコードを書いてくださいにしましょうか。はい。ということで、ぷよを消す機能のコード。消す機能のコードもよく意味わかんないんですが、いっちゃってみましょう。はい。なるほど、二次元配列か。はい、と消すものを入れたらいいって言ってますね。はい、やっぱこうテトリスの簡単なやつ作ってる時よりは、まあ、簡単なやつですけどね、はい、テトリスの簡単なやつよりはやっぱこう難しくなりますね少しね。はい、お、終わったのかな？続きがあるのかな？ちょっと続きを押してみましょうか。はい。しかしすごいな。まあどこかの行動からがっつり引っ張ってきてる可能性もあるけど、まあまあまあ。よくわかんないですがね、その辺ね。しかしすごいですね、それでもね。
はい、ということでですね、出てきましたんでちょっと見てみたいなと思います。はい、ずら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 と、どこだ。はい、じゃあこれですね、このコードね、今のところバッサリキットカットでね、ここからいきます。はい、ではここね、このコードをですねコピーして入れてみましょうか。はい、よし、入れました。はい、でその下、はい、まずですねフィールドのですね、まああのでここですね、はい、他のプヨと衝突するかどうかの判別する関数ってですね、これもあの追加なので追加します。はい、追加に追加。はい、でその下ですね、衝突判定を用いて移動と回転の処理を更新します。更新しますって書いてますね。更新だから同じ場所があるのかな。はい、プヨペア、はい、ちょっと見てみましょうか。プヨペア、どっかあるかな、ちょっと検索でいきましょうかね。はい、ありましたね、ここ。はい、よいしょ、ここですね、プヨペア。まあ、このプヨペアのところを更新してくださいってあるので、これちょっと修正になりますね。はい、プヨペアのところで、まあ、しばらくいろいろあって、ムーブとなんとかかんとか、これ足すんですかね。じゃあこうやって見ると、ランダムカラー、ドローね、ロテイト、ムーブがある。あ、このムーブのところを変更すればいいのかもしれないですね。はい、ということでムーブのところからこれを変更したいんですが、ここで始まって、ここで if 文かな、 if の文が終わって else if の文が始まって終わって、ここで終わるので、ここからここまでですね。はい、ここからここまでで、ムーブのこの中身、これを全部置き換えます。はい、合ってると思いますがね。でこの下、はい、ファンクションゲットコネクテッドプヨス、これを足すんでしょうね、きっとね。足すんでしょうが、まあ、一応存在してるかどうかはちょっと見ときましょうか。まあ、存在してないですね。はい、これ足します。ということで、どこでも多分大丈夫だとは一番下で思うので、よいしょ、足します。はい、お、あ、そうか、プラス、またさらにこっちがありましたね、途中で消えてたので。よし、これをコピーしてこの下に足します。はい、よし、エラーも出てないですね。これで完成ですかね。よしよしよし、これでプヨを消す機能が追加されたと。まあ、連鎖スコア機能などの機能はまだないと。はいね、はい、まあ、ちょっと見てみましょうか。リロードしたら動くと思うので、リロード、リロード、動かない、動かないぞ、落ちてこなくなっちゃいましたね。はい、じゃあよいしょ、これをコピーして、よいしょ、はい、動かなくなりましたって言ってみましょうかね。はい、動かなくなりました。はい、おかしい点をね、はい、まあ、デバッグしてくださいとか言ったらいいんでしょうけど、もうちょっと柔らかい日本語で言うと、はい、動くようにしてくださいってね。はい、下にコード貼るのでって書きましょうかね。はい、下に JavaScript のコードを書くので動くようにしてくださいっていう風に言ってみたいと思います。いけるかな。はい、ね、誤った順序でコードを提供しましたって書いてますね。なので多分僕が入れる場所を間違ったんでしょうけど、あのなんかチャット GPT こんなこと言ってくれますもんね、なんかね。はい、あのすごく優秀ですよね。はい、
止まっちゃいましたね。あー変な感じで出てきたぞ。おお、また止まったぞ。よし、頑張れ。はい、行ってみましょうか。はい。ということでね、最後のね文章がねちょっとわちゃわちゃになってますけども、まああのはい、よいしょ、こんな感じになってますね、ずらっと。よしで、とりあえずですね、この辺が変な感じになっちゃいましたね。はい、ただそれでも OK なので、まあ、とりあえず全部書き直してもらいました。はい、なんかですね、まあ、私が誤った順序でコード提供したからですね、正しい順序のやつこれで動くはずですよみたいな内容ですね。はい、まあ、実際ですね、あのチャット GPT がおかしなことをやったのかというとね、定かじゃないんですけど、よいしょ、なんか僕が書いた順番がおかしかったりしたのかもしれないですね。はい、でこのね今回の続きがね、ですね、おかしな感じでこっちになっちゃってるので、このままね、ね、はい、このままこの後にね続く言葉が多分ここに出てきてるんで、よいしょ、こうやって、でちょっとここまでにしましょうかね。はい、ここまでよ、こうですね。おっと、なんかおかしいぞ。ここに点が入ってるからかな。あ、OK、うまくいった、うまくいったんだけど、本当かな。多分大丈夫だと思いますが、はい。で、今度こっち、はい。ここをコピーして、コンティニューの下、はい。ここに貼り付け。で、さらにこの下に、ここからここまでを、なんか変になりましたね。貼り付け。さらに、ここ SCSS になってますしね、そもそもね。ここを貼り付け。で、今度はここはい、ここからここを貼り付け、そしてこれを貼り付け、さらにここからここを貼り付けて、よいしょ、ここからここをこの後に貼り付けて完成。はい、エラーが2個出てる。はい。ですが、とりあえずは進んでみましょうかね。はい。ということで、よいしょ。このまま動くかな。動かないな。
はい、ガーンですね。よし、動きませんって言いましょうかね。はい、スタートさせ方とかがあるのかな。いや、リロードだけで動くってなってますもんね。動かない。はい、ということでちょっとコードのね、はい、チェックお願いしますということで、よし、これね、途中でね、処理がね、止まんないようになってくれたらとっても嬉しいですよね。はい、まあ、まだそこまではないから仕方ないんですけどね。よし、止まりましたね。はい、ということで続きをお願いしたいと思います。よし、出てきましたね。行きましょうか。はい、ということでまずこれをコピーします。はい、そしてここに貼り付けます。そしてこの下ですね。はい、よいしょ。またね、コードコード形式じゃないのが出てきちゃったんですが、はい、仕方ない、入れましょう。はい、あれ今どうなった、どこだ、入れた場所は。うん、まあ入りましたね。はい、でここよいしょ、このコードをこの下に入れて大丈夫か。はい、そしてこの下にこのコードを入れて完成ということで見てみたいと思います。はい、よいしょ、出てきた。すごい。お、これ以上左に行かなくなりましたよ、多分。わかんない。おー、途中で止まったぞ、途中で止まったぞ。よし、消えるも何もちょっとこれ難しいな。あ、しまった。よし、頑張れ。これはどうしよう、ここに置くか。よしよしよし、こうだな。これ落ちるのかな、落ちたらいいですね。落ちない、はい、落ちないですね。よし、4つ並んだ、消えた、5つ消えた。よし、
やつ消えた。よしよしよし、消えますね。いいですね、消えますね。ただ落ちない。はい、これどうしよう。よしよしよし、こうだ。あ、ここ詰まった。これを、あ、違う。あ、ここでマックスだ。そこでマックスだ。違うんですよ、僕が下手いのもあるんですが、あそこがマックスなんです。あれ以上右に行かないんです。おお、あの形でも行くんだ。あの形でも消えましたね。はい、よし、行け。よしよし、これ消えて下に落ちる。あ、下には落ちるんですね、消えたらね。あ、違うんだよ、今のはですね、下手かったです。こう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 、よし、そうだ。よし、消えた。ふう、これ以上左ね、右に行かないんです、さっき言ってたのはね。そういうことです。はい、じゃあちょっとこれ以上行ってみたいと思います。バッチリ動きましたね。あの、なんかですね、こうちゃんとこう修正してくれるところがいいですね、すごくね。はい、まあ、修正してくれてるのか、そもそもその手前で僕が間違ってるのかわかんないですけども、修正してくれるのがいいですね。はい、次は、連鎖機能がないって言ってたんで、連鎖機能を入れましょうか。どっかに書いてるんですよ。こんなに下戻らなくていいかな。はい、あ、戻っていいんだ。どこだどこだ。はい、ここですね。はい、まあ、プヨが消える機能もできましたよとね。はいはい、連結された時に削除され、重力が適用されるんで下に落ちるよってことですね。はい、まあ、このコードを使用してで動作するはずですと。あ、そうか、連鎖のこと書いてないですね。まあ、とりあえずそうですね、バッチリです。動きました。はい、動きました。次はどこからやっていこうかな。はい、次は連鎖が先なのかな、ね、そこが問題ですよ。そもそも連鎖が先なのかって話ですよね。まあ、連鎖、はい、今連鎖しないのかな。連鎖するかどうかの判断がつかないんですね、あのままじゃね。まあまあまあ、なのでちょっと見てみましょうか。あー、もう詰まってる。はい、よし、ちょっと頑張って連鎖させますね。結構ね、落ちてくるまでが短くてですね。よし、こうだ。 OKOK、 こうで黄色が1個あれば連鎖の手前の形ができるぞ。よしよし、この辺はほほ、あ、無理か。あー、もうダメだ。よしよしよし、黄色が1個、あー、ダメだ。ここに黄色置くか。で、緑が、あ、しまった。あ、もうダメだ。あ、諦めよう。よし、ということで連鎖をするかどうかをまずちょっと確認したいのにって感じですかね。思考だ。あまりぷよぷよがうまくないというですね、こうだ。よし、こうだ。しまった。いい感じではあるけど連鎖とは関係なさそうだぞ。あ、ダメだ、詰まってしまった。お、これで黄色をね、黄色が来い、黄色が来い、黄色が来い。あ、こっちもあった。あ、ここまであるんだ。よしよしよし、よしよしよし、黄色ですよね、黄色。よし、来た。もう一個黄色、これで分かりますよ。よし、いいいい、全然いい。バカ、よしよしよし、黄色が来ない。よし、来た。これで連鎖がするか分かりますよ。連鎖するじゃないですかね。連鎖って言っていいのかな。まあ連鎖か分かんないですけど、一緒に消えましたね、こうパンパンってね。はいはい、よし。じゃあどこからやろうかな。
あの説明の仕方がわからないんですよね。下に1個ほら2個つながってるのが1個は残って下に1個落ちるみたいな、あれの説明の仕方が今出てこない、わからないんですけども、違うところから修正していきますかね。はい、スコア機能をつけたいですと、はい、つけたいのでコードを追加修正お願いしますと。はい、ということで行ってみたいと思います。やばい、連鎖が発生、よしできましたね。はい、連鎖が発生するたびにスコアが更新ってことは連鎖させなきゃいけないじゃないですかね。さっきすっごい大変だったのに。はい、他のコードは同じ、他のコードは同じとか書いてるってことはこれ修正なのかな。はい、これをどこに入れましょうかって話ですよね。まあ、とりあえずコピーして一番下にでも入れてみましょうか。はい、ちゃんと見ればいいんでしょうけどちょっとめんどくさくて、はい、まあ、このままいきたいと思います。これで、ほい、あ、固まっちゃった。はい、ということは一旦ちょっとこの機能をなしにしましょうかね。はい、なしにして、まあ、動きますよね。はい、このコードはどこに入れたらいいんですかと書きましょうか。はい、まあ、全部追加ですかと、はい、どこに、入れたらいいですか。はい、はい、優しいですよね、こんなわがままに適当に指示出してくる人に対してね、ね、こんな風に言ってくれるのはね、うん、こんな何も見ずにさ、適当にポン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 指示を出してたらね、ちょっといや見てから連絡しろよとかちょっと思いそうなもんですけどね。まあチャット GPT は素直にやってくれるっていうね。はい、よし行きましょうか。ということで、まずここの部分ですね。ここの部分はコンストフィールドハイト20の後にね入れてくださいというふうに書いてるのでコピーして、はい、コンスト、なんだったっけ、フィールドハイト20ですね。はい、これだけでいくか。ないじゃん。コンストフィールドハイト12ってなってますね。はい、コンストフィールドハイト20の下。まあでも他にコンストフィールドハイトがないので、うん、まあでもちょっとコピーして見てみよう。はい。ないですよね、やっぱね。はい、ここですね。ここしかないんで、まあこの下に入れましょうか。ですよね、ここで大体さ6と12とかになってるから連鎖が大変なんですよ。はい、よし、で次、リムーブコネクテッドプヨズ関数の
行動を以下のように変更してくださいということで、このね、リムーブコネクテッドプヨーズは変更になりますね。はい、ちょっと先に探しておきましょうかね。はい、先に探しておきます。ここですね、リムーブコネクテッドプヨーズ。はい、でプヨーズはもう中身が全部変わりますよということで、よいしょね、はい、if remove return remove とかなってますね。よし、ここからここまでですね。なのでちょっと待ってくださいね。ここからここまでをリムーブコネクテッドプヨーズは2つあるぞ。あ、大丈夫大丈夫、はい大丈夫です。ここですね、はい、ここを切り替えましょう。完了。で次はドロー関数をね、以下のように変更してくださいというふうになっているので、ドロー関数を探しましょうか。はい、ドローだけだとちょっと大変ですね。なので、はい、ファンクションドローを探しましょうかね。はい、はい、ここですね、ファンクションドロー、ドロー関数があるところをこれに切り替えろということで、ファンクションドローのこれを切り替えます。バッチリバッチリでしょこれ、ね、はい、よし行きましょう。 GO。 あー、なんか変な文字が出てきてたぞ。エラーか何かが起きてるのかな。よし、ほらね、なんか文字がちらっと見え隠れしますよね。嫌だなあれ。はいはい、問題はここで連鎖させなきゃいけないんですよ。その自信がない。あ、バカ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 。よしよし、ただし連鎖とは関係なさそうだぞ。よし、あ、しまった。しばしお待ちを。ねぷよぷよが下手い。よしよしよし、ダメだ。あ、まあまあまあ、でもちょっとこれ頑張れば連鎖につながりそうだぞ。そうだ、青を消せばいいんだ、青。よし来た、これで。よし消えた。スコアが変わったっていうか、スコアがもしかしたらあそこにスコアがあるのか。スコアって書いてますよね。スコアの文字色が問題ですよ。はい、ということで、くそー、せっかく連鎖させたのにですね、はい、スコアの、スコアが黒で見えないのでと、はい、スコアが背景と同じ黒で見えないので、はい、まあ、どちらかの背景かスコアの文字色のどちらかを変更してくださいということで、色を変えたいと思います。はい、スコアの文字色でやる方が簡単なんですと。はい、ドロースコアの色を変えろとね、いいじゃないですかね。はい、はい、バッチリですね。よし、あれスコアだったんでしょうねきっとね。なんか変なエラーみたいな文字かなと思ってたけど、よし、これコピーします。ということで、まあ、まずこれ探しましょうかね。ファンクションドロースコア、はい、ということでファンクションドロースコアを探します。ここですね、ドロースコア。あ、ブラックになってますもんねこれね。このブラックを変えます。まず全部変えましょうかね。フィルテキストって書いてあるとこまで、ここですね。じゃあここからここまで全部いや変えます。これでね、よっしゃ、スコア0って書いてる。よし、ってことはまた連鎖させなきゃですね。ちょっと連鎖がトラウマみたいになってます。ちょっと待って、頑張れ。お、来た。これは緑をもう一個来た、紫を置けばいけますね。よし、来たぞ。今回早いんじゃないですか、失敗しなければ。紫、よし、もうこれ消しちゃおう。そうだね、連鎖じゃないときは100点ついちゃう。
なぜ、あ、違う違う違う、そんなことを構ってる余裕が、何待ってるんでしたっけ、紫だ、紫。よし。よし、来た。これで、紫を消す。400点。あ、連鎖って、まあ、1個消すのも連鎖なんですかね。まあ、とにかく1個消すごとに、ね、はい。点数が上がっていってますよ、ちゃんと。いいじゃないですか。よし、バッチリですよ。はい。ね、1個消すごとに100点。とにかく上がる。で、連鎖が起きると、600でしょ。だから俺800になるはずですね。800。なるほど。はい、わかりました。OK です。はい。なんかこれちょっと途中でね、はい、いいですね。いいと思います。すごくいいと思います。じゃあこれちょっとですね、どうしようかな。一時停止ボタンが欲しいです。ね。はい。停止ボタンが、を追加したい。お願いしますと。はい。さあ、どこまでできるかですね。25ターンしかできないので、ね、そこまででやっていきたいですよね。はい。一時ボタンとかつけてる暇、余裕があるのかな。これ説明してくれるのがいいですね、またね。はい。これ実際多分、このコードの説明してって言ったら、そのコードの説明してくれたりもするので、実際ね、これ、ただ作ってもらうとか、そんなだけじゃなくて、なんか学習に使えたりしますよね。ね、ここの部分のコード説明してとか言ったら、結構そこのコード説明してくれたりするんですよね。まあ上から下までコード全部説明してって言っても多分全部してくれるはずです。一行ずつとか言ってね。はい。で、なぜここにこのコード入れたのとかね、そういうのもいけそうですね。P だって、 P で一時停止すると、はい。まず JavaScript にこれを入れますと、はい。これ全部追加でいいのかな。まあまあまあ、よし、とりあえずちょっと追加してみましょうか。またダメだったら聞きましょう、はい。とりあえず全部一番下に追加してみます。動かないということは、これはまた、どこに入れたらいいんですかって聞かなきゃいけないですね、はい。ここだけじゃなかったですね、はい。ここなんでしょうね、きっとね。ここだと思うんですよ、多分。まあ、自分で検索して調べれば、ね、いいんですけどね。こことかね、こうやって検索してね、ここでしょ。ここを書き換えたりとかすればいいんですよ、きっとね、はい。ね、アップデートとかドローとかあるし、ということでもうやっちゃいましょうかね、はい。ここを書き換えますね、はい。で、ここはどうなんだろう、キーダウンキーダウンってなってますね。ここも書き換えでしょうね、書き換えなので、はい。これもそうじゃなくて、ここで書き換えですよね、こうやってね、はい、でしょね。で、このレッドポーズっていうのが多分ないので、もうね、ここはまあ追加なんでしょうけどね、はい。また順番等々あるんでしょうが、まあまあ一旦このまま、はい。いらんことしなきゃいけないことですね、はい。さっきみたいにあれすればよかったですね、動くようになりましたけど、まあ、さっきみたいにですね、どこに入れたらいいのって聞いた方が楽ですよね、はい。だからどこに入れたらいいのって聞けばよかったんですが、ちょっとやっちゃいました、はい。で、一時停止きた。 P ボタンで一時停止できましたよ、
まあ、止まってます。これでもう連鎖超簡単ですよ。これでね、やばいと思ったらこれ止めて、OK、はい、ということで止めておきます。よし、次行きましょう。はい、次どうしようかな。あれ説明があれがまだできないんですよ。こう2個横に並べた時に1個置いて、もう1個の方は下になかったら下に落とすみたいな、こうそういう説明になるんでしょうね。はい、そういう説明になるんでしょうが、それをやるか、もしくはもう1個やりたいのがあって、これ一個一個をなんか画像に変えたいなと思って、青とか赤とかあの辺をね、画像に変えたいなと思うんですよ。どっちが先がいいかな。まあやっぱりね、画像に変えてどうのこうのよりもね、動きが先ですよね。はい、なので動きをちょっと、はい、どう説明したら、ちょっとこれ失敗するかもしれないです、はい、何になるんだろう。下にぷよがない時に、時はぷよをに落としたい。変な言い方だな、はあ、なんか初めてちょっと悩んでるかもしれないですね、質問の仕方というかね、はい、プヨがならん、そうだな、プヨをプヨが下にない、下にプヨがないときはプヨをがあるところまで片方の1個だけ、ぷよ1個だけでも、1個だけぷよをバラバラにして下に落としたい。この言い方でいけるかな。もういっちゃいますね。はい、もっといい言い方とかもっといいやり方あるんでしょうけど、ちょっと時間の関係上もトン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 でどこまでできるかってやりたいのでいっちゃいます。はい、そう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 、いけそうな気がします、うん、わ、このレベルのよくわかんない指示でできたらいいですね。ねえ、なるほど、はい、ということでコード出てきました、ね、ただこのコードだとパフォーマンス問題がある時があるので、まあ、効率的な実装がね、やりたい時はね、もっと頑張ろうぜみたいなことが書いてあるんですが、まずこれをちょっと入れたいと思います、はい、で今回ちょっとね、またあれやりましょうかね、どこに入れたらいいのってやつやりましょうかね、はいはい、これらのコードは全て追加ですかと、はい、まあ、どれが追加でと、ね、追加修正などと少し、ね、などの場所を教えてくださいと、はいはい、さっきとまたちょっと聞き方変わっちゃったんですけど、まあまあまあ話し言葉で、はい、
はい、バッチリですね。はい、なんて言うんでしょうね、なんだよこんなこともわかんねえんだよ、まあ仕方で教えてやろうみたいな感じのことですね、人間がやるとね。それをこう丁寧にこう教えてくれましたね。はい、ということで、まあこれをちょっと場所を追加しましょうかね。はい、リムーブコネクテッドプヨーズのまあ後にでもしてくださいねっていうことが書いてあるので、はい、まあリムーブコネクテッドプヨーズを探しましょうかね。はい、まあ、これの終わった後にでも、まあ、入れてあげてくださいよってことなんで、ここに入れましょうかね。はい、ということで、この内容を入れます。はい、ここに入れます。そしてその次、はい、2番ね、はい、ドロップなんとか関数を追加ということで、これも入れます。はい、で最後にこのアプリグラビティの中に、最後にこれを入れてくださいということで、はい、これをアプリグラビティ、ここですね、はい、の一番最後、最後ですね、どこだ、他のが全部終わった後ですね、はい、この括弧があってここですね、だから、はい、ここに入れてくださいと。これで完成の予定です。よし、行きましょう。あ、せっかくポーズしてたのにスタートからになりますが、どうなりますかね。落ちないじゃないかうまく落ちないじゃないかね。はい、落ちないじゃないか。あはー、どっか行っちゃった。落ちないじゃないか。指示が良くなかったんですかね。ああ、よし、まだターン残ってるかな。20ターンですけどね、ちょっと P で止めましょう。はい、これにならなかったんだよ。バラバラになり空中に浮いてる秒が下に落ちるようにならなかったんだよ。はい、ならなかったのでコード修正お願いします。いきましょうかね。ここまでロングになるとね、なんか全体持っていくのはちょっとなんかもったいない気がしますよね。まあでもちょっと全体持っていきますかね。こうなんか入れた部分だけ持ってってもいいんでしょうけどね、はい、何が違うのって言ってね、はい、よいしょ、プヨがバラバラになり空中に浮いているプヨが下に落ちるようになりませんでしたと。はい、はい、コードの修正をお願いしますということで、全文よし貼っておきます。おお、もうだいぶ長いコードになっちゃいましたね。うん、なんか部分だけ修正してくれるんじゃないんですか。はい、おーすごい、変更点のみ表示、すごいですね。もうここは変更点のみでいいかなと思ってたんですよ。そしたらバッチリ変更点のみだけ修正してくれたっていう、なんかとっても気が使えますよね。なんかね、すごいな。はい、よし、はい、確認してみますということでね、はい、まずこのファンクションドロップフローティングプヨーズですね、これ探しましょうよ。ここですね、はい、ここで、ここを、はい、切り替えます。ファンクションフローティングプヨーズ、ここからここまでを変更します。はい、で続きまして、ファンクションアップデート、はい、これも探しますね。まず先に1個しかないですね、ここですね。
はい、ファンクションアップデートをこのように変えますよということで、ここからここまででいいのかな、ここからここまでですね。はい、ということでファンクションアップデート、ここからここまで、はい、これを切り替えます。この点だけをしようで OK だって言ってるので、この点だけやりました。じゃあやり直します。さあどうなるんでしょうね。画面狭い問題をひたすら無視し続けるっていうね画面狭い問題を、きた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 来たぞ、落ちろ、落ちた、落ちましたね。すごいな、めっちゃすごいじゃないですかね。これずっと触ってたいな、ずっと。これどこまでもで、これですね、本当はやりたかったことがあるんですよ。これを赤とか青とかあるでしょ、この赤とか青とかを全部画像に変えたいんですよ、画像に。そこまでやりたいんですけど、そこまでやれるあれがなさそうなんですよね。よし、ちょっと上手くなってきた、きましたね。落ちる、完璧です。はい、完璧です。じゃあ、はい、ちょっと本当は画像関係までやりたいけど、ちょっとそこは、まあ、今度でもですね、また別の時でもやるとして、最後にあれ変えたいですよ。このなんか狭い、はい、これね、全体に、あ、全体まで来てない、これ、これね、はい、まあ、横と縦ってさっきあったので、横と縦のね行数変えればどうにかなるんですけども、それもやってもらいましょう。はい、はい、画面の話ですと、画面の修正ですと、はい、横も縦も画面いっぱいにでにまで使えませんと、はい、画面いっぱいまで使えるように修正お願いしますというふうに送ります。やった。あ、なるほど。画面のアスペクト比によってはとか、なんかいろいろ書いてますね。うん。押すということで、はい。ここを修正してくれということで、はい。これあるのかな。よいしょ。まあここですね。はい。コンストキャンバスドキュメントって書いてあるとこですね。うん。スケール20。スケール20。だーってなってます。はい、ここ特に違いはないですね。はい、おで、プヨなんとか省略ということで、プヨなんとか省略、省略で、ここですね、62って書いてありますね。はい、62省略。はい、でここですね、これを追加しろって言ってるんでしょうね、きっとね。これあるのかな、ないですもんね。はい、ということで、これを追加したいと思います。ここから。やっぱりまたこれ聞こうかな。はい。もうサクッとやってもいいんですが。ね。いっか。追加してみましょうか。面倒なので。はい。ここの下にでも追加しましょう。はい。追加しました。これで、これが、
どうなる？画面いっぱいってそうきたか。そうきたかですね。はい。しかも動かなくなっちゃったみたいなね。はい。ということで、何かしらが失敗しましたね。はい。よいしょ。よし。はい。いやでもこれしたかったわけじゃないんだよな。これちょっと説明の仕方が悪かったですよね、はい、また違うやり方の方が良かったんじゃないかなと思いますが、追加する、追加修正する場所を、詳しく教えてくださいと。はいはい、ここですね。レッドスケール20、これいやでも入れてたもんな。あ、スケール変数をレッドに変更って書いてますね。ここちょっと見落としてたのかもしれないですね。はい、ここはまあ追加だよと。よし、見てみましょう。ということで、スケール変数をレッドに変更って、これをやってなかったんでしょうね、見落としてたんでしょうね。スケール変数確認はしたもんな。してないのか。あ、コンストだ。ここコンストですね。このコンストをレッドにしてくれとね、可変できるようにということですね。はい、で合ってるよね。はいですね。はい、でいろいろ終わった後にこれを追加してくれと、はい、ということで2番は追加しますね。3番も追加ですね。で4番も追加ですね。ということでこれを、この下に追加すると、これで OK だということですね。ただ違うんだよね、やっぱりね、こういうことが言いたかったわけじゃないんだよっていう説明の仕方がいまいちですね。ただなんかでかくなっちゃったみたいなね。はい、おここまでになっちゃった。あ、そっか、6個だからこれでいいなっちゃうのか。はい、なるほど。ということで画面いっぱいが僕がやりたかったやつではなかったんですよ。キャンバスいっぱいって言ってた方が良かったですね。画面いっぱいじゃなくてね。はい、そこまでいけるかな。はい、まあ、うまくいきましたと、ただちょっと言いたかったことは違ってたね。伝えたかったことは違いましたと、はい、画面いっぱいではなくキャンバスいっぱいにしたかったんですと、はい、はい、先ほどまではキャンバスの上の方だけで、これで伝わるのかな、はい、動いてたので、キャンバス全体で、動くようにしたかったんですと。あ、最後はもうちょっともう冒険冒険でいきますね。はい、コンストに戻った。
よし、できましたよ、はい、できたけどこれ1個前に戻んなきゃいけないんですかね、はい、さっきの修正はなかったことにした方がいいですよね、きっとね。ということで、まあ、その辺も聞いてもいいんですが、ちょっとやってみましょう、はい、ということでさっきの修正はちょっとなかったことにします、はい、で、コンストスケール20のままでよくて、でクラスプヨの中に最後にこのドローなんとかっていうのを入れてくれということなので、クラスプヨの中の括弧が終わった後ぐらいに入れましょうかね。ドローはあるな、ドロー、じゃあドローを置き換えてくれってことですね、はい、なのでドローを置き換えます。そして、はい、キャンバスの高さをフィールドハイトに合わせますということで、これがあるのかな、ありましたね、でもここにあるだけだもんな、はい、だからこれをどこに入れるのかな、はい、さっきの後に入れるか、どっか行っちゃった、はい、まあこの辺りにも入れますか、これでうまくいくか分かりませんが、はい、でファンクションドロー、ファンクションドローってあるのかな、ファンクションドローってのありますね、はい、じゃあファンクションドローを置き換えましょうか。これなんか結局ね、またね聞いとけばよかったってなりそうですが、はい、でファンクションドローフィールドあった、これファンクションドローフィールドを、はい、これに変えてくれということで、はい、これで OK、 よし、ただ動かないぞ、動かないです、はい、ということでまた入れる場所が違ったんでしょうね、残念ということでね、はい、戻しましょう、はい、まああまりねこうやってね、いろいろ触ってると分かんなくなりそうですが、講座的にね、はい、戻しましたね、よし、追加修正の場所を詳しく教えてくださいと、はい、これなんか今日発見した魔法ワードみたいになってますね、はい、いいですね、はい、いいですね、よし、ということで、はい、以下のコードをプヨクラスの定義の前に追加してくださいというふうに書いているので、これをプヨクラスの前、ここですね、プヨクラス、この前にこれを入れたいと思います、これね、はい、で次にドロー関数でプヨをキャンバスの中央に表示するので、プヨクラスのドローメソッドにオフセット、ドローメソッドを変更してくださいと書いてあるので、ここの中のドローメソッド、これですね、これを変更します、はい、そして、ドローフィールド関数でオフセットをするので、ドローフィールド関数を変更してくださいとありますということで、これをドローフィールド、ここですね、はい、これを変更します、はい、ドローフィールドを変更、はい、これでもう動くよというふうなことが書いてありますので、動かなかった、
なぜだね、はい、悲しい話ですが動きませんでした。はい、なんか間違ってるんでしょうね。はい、ということで、ここまで最後やってくれるかな、やってくれたらいいですけどね。はい、はい、動きませんでした。はい、コードのいつもなんて書いてましたっけ、確認お願いしますみたいなのが書いてましたよね。あれ良かったんですよね。あ、ダメだ。まあまあ自分の言葉でいきますか。はい、修正をお願いしますと、はい、修正箇所だけでね、正箇所だけ教えてくれたら OK ですと、はい、よし、いけそうですね。はい、ということでですね、まずぷよペアクラスをねちょっと修正せいということで、ぷよペアクラスを見たいと思います。ぷよペアクラス、お、やばい、行き過ぎた。ここですね、クラスプロペアですね、ぷよペア、これをクラスのドローメソッドでオフセットを考慮するようにしましょう。ドローここですね、はい、ドローメソッドを変えます。そしてぷよクラスのドローメソッドを変更してくださいということで、さっきやったやつなんでしょうけど、ぷよクラス、はい、クラス、ぷよペアじゃないんだよ、ぷよなんだよ、はい、ここね、はい、このドローのところ、はい、変えました。そして、ドローフィールド、はい、これですね、ファンクションドローフィールド、ファンクションドローフィールド、ここですね、はい、ここをこれに変えます。はい、これでどうだ、動かない、動かないぞ、動かないです。はい、何が違ってたんだろうな、しつこくちょっと言ってみましょうか。コード修正お願いしますと、ゴー、あー、すいません、そうだな、はい、ぷよが落ちてきませんと、はい、ということで、キャンバスハイトの上にですね、キャンバスウィズスを追加せいということで、これをよいしょ、キャンバスハイト、はい、あ、これか、ここでしたね、はい、ここに、これ
これでいいよということなので見てみます。あー落ちてこないよ落ちてこいよーやね、はい、まだぷよが落ちてこないですと、はい、ゴー。プロクラスの上に移動。はい、ということで、この2つをねプロクラスの上に移動しろということなので、この2つね、はい、この2つをプロクラスの上に移動させます。はい、でもう1個、はい、最初のプアがペアが表示されるようにゲームループ関数を呼び出す前にアップデート関数を1回呼び出してくださいということで、ゲームループここか、この上でアップデートを先に1回呼び出してくださいということで呼び出すようにします。はいね、これでどうだということなので、これでどうだやってみたいと思います。動かないです。はい、不要が落ちてきませんと。全文ね、おりゃあ、ダメだ、あー残念、この問題までの解決までは至らなかったですね。25回ってやつですよね、これあと3時間後じゃないと動かないということでですね、まあ最後の最後だけ悔しいですね。最後の最後だけバチッとうまくはいかなかったんですけども、まあ、それ以外のところはどんどんこう修正しながらね作り上げていくことができたということでですね、本当チャット GPT 使ってですね、まあ結局コピペじゃんみたいなことがあったりもするんですけども、修正してくれるしですね、修正箇所を教えてくれるしですね、なんかやっぱ対話型 AI なんで対話しながらいろいろやれるってやっぱすごいですよね。はい、すごいなと思います。はい、ということでですね、残念ながら最後はうまくいきませんでしたが、まあぷよぷよ風のゲームは大体できましたね。はい、ということで、ぷよぷよ風のゲーム作り、ここで終わりにしたいと思います。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。